と、これがさっき出た式ね。ES 分の E のトータル引く ES かける S が KM、あの、ミカエルス定数と定義算でね。このもの自体をミカエルス定数と定義算でね。これとね、式変形するんですよ。これ式変形すると、ES をギュッと一箇所に集めます。ES をギュッと一箇所に集めると、E のトータルかける、S が分子に上がって、分母には KM プラス S が来る。ね。全然なんかまとまってないけどね。ぐちゃぐちゃだけどね。さて、話を少し変えて、交差反応の速度っていうのは、生成物のできる速度で定義されるのは納得できるかな？酵素反応の速度っていうのは ES が E と P になる。この時の速度を酵素反応の速度って僕たちは呼ぶのね。それはそうだよね。生成物ができる速度が、それは酵素反応の速度だよね。で、もう一回書いてみると、この矢印は、この矢印の速度、この反応の速度の速度定数は僕たち K2 としたんだよね。酵素反応の速度 V0 は K2 かける、ね、速度定数かける材料の濃度、ね、材料の濃度に依存するよ、この反応は。いいです。こんな式、これが酵素反応の速度を表す式、これが酵素反応の速度を表す式。いい？これちょっとね、変形して ES イコールの形にすると K2 分の V0、ね、両辺を K2 で割ってあげると ES イコール K2 分の V0 で、ここで ES が揃ってるから、ここの ES に代入してあげるよ。これマジか、これ丸1でしょ。丸1番はここの ES を代入してあげると、ね、ES は K2 分の V0 で表されるんだから、これも K2 分の V0 で表されるはずだよね。 K2 分の V0 イコール E のトータルかける S で、分母が KM プラス S で、両辺に K2 かけてあげて、両辺に K2 かけてあげると K2 と K2 で消えちゃって V0 イコールで、こっちはね、分子に K2 ちゃんとかけるよ。 K2 かける E のトータルかける S で、分母が KM プラス S。あのね、これ分子がぐちゃっとしてるけど、3つが掛け算だよ。 K2 かける E トータルかける S、 OK？ 3つが掛け算なんだよ。3つの掛け算だよ。さて、必須濃度がとても大きい時、ものすごい必須濃度が大過剰な時は、まあ、高校の教科書には、全ての酵素は酵素基質複合体を形成している、一発で表すと、全ての酵素 E のトータルは酵素基質複合体の濃度とほぼ等しくなっている。 OK？ 言い換えただけ、書き換えただけ。さらにその時、反応の速度は Vmax となっている。反応の速度は Vmax となっている。OK。で、ES の濃度は E のトータルの濃度とほぼ等しいんだから、ES の濃度は、これね、2番にしようか、これね。その時、丸2番は
いい？その時丸2番は、あの、教科書に書いてあるね。基質濃度が十分大きい状態では、すべての酵素は酵素基質複合体を形成し、その時の反応速度は最大となる。書き換えるよ。その時の反応速度は最大 Vmax となる。K2× ね、E のトータルと ES が等しいんだから、ここ ES を E のトータルと書き換えてしまっても問題がないね。特に支障はないはずだね。ES と E のトータルがほぼ等しい状態なんだから、E がすごく大きいときだね。ES を E のトータルとしてしまっても、そんなにおかしいことは書いてないはずだね。さて、K2E トータルというのは、K2E トータルというのは、Vmax と等しい。基質がすごく大きいときはね、Vmax イコール K2E のトータル。ここ。あ、ごめんごめん。ここ。K2E のトータルがここにある。Vmax と等しい点だから書き換えてみましょう。V0 イコール Vmax かける S。分母が K プラス。この式が有名なミカエルスメンテンの式です。難しいところが一箇所、ここまではね、式変形で何とかなるんだけど、まずここね、酵素反応の速度はこうですよって表す。で、ES イコールの形にして代入する。で、ここがまず一個難しいね。で、もう一個難しいところがここだね。この式を使って、この Vmax イコール K2E トータルの式を導き出す。ね、おかしなことは言ってないはずだよね。すごく S がとても、S がすごく大きいときは、ね、つまり E のトータル、ES と E のトータルが等しいときは、V0 は Vmax になりますって、事実を言ってるよね。いい？ E のトータルと ES が等しくなるようなときは、V0 は Vmax になります。ね、一つの事実を言ってるよね。この事実があります。だから、この K2E のトータルに Vmax を代入できます。OK？ そしたら、ミカエルスメンテン式ができます。すごく難しい話だったけどね、よく頑張ったね。